はい、本日もホラーチャンネルホラー映画談義終了いたしました。改めて本日のゲストは怪談市民袋 G メンラストツアーの山口ゆきひこプロデューサーでした。どうでしたか、50分間。いや、なんか鈴木さんもホラー映画大好きじゃないですか。だからなんか G メンの話が前半でその後ホラー映画になっちゃったんですけど、もうそっちのホラーでも結構一番組ぐらい語れちゃうなって感じですね。本当なんか今度宣伝なしでガチでそのホラー映画の話をするためにまたゲストに来ていただきたい。そんなのありなんですか。全然行きますよ。いいですよ、私が行っているか分かんないけど多分大丈夫だと思う。もう宣伝なしで来てなんかねただ喋るみたいな本当にホラー好きな人がこう、はい、待って喋る会もありなんじゃないかと。でもね、珍しいですよね、これだけお若くてね、なんかお美しい方がね。いや、なかなか一人でホラー映画見に行く同士が少ないもので。ああ、そうですよね。悲しい感じなんですけど、仲間を増やしたい募集中でございます。ぜひね、若い女性を増やしてもらって、はい、若い女性がホラー映画に行こうみたいなムーブメントを作ってほしいですね。本当に、だそういうことね、今日の夏のホラー秘宝祭りなんかぜひやってほしいですよ、若い人に。そう、若い人にね、ちょっと期間余裕あるんで行けたら行こうと思っているので、そちらもぜひチェックしていただければと思います。はい、改めて本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。